皆さんこんばんは、濱家の剣持です。今日はこちらのファクトリーのマスクシリーズ FA081 番というアイテムをご紹介したいと思います。こちらの方はですね、まるで仮面舞踏会に出てくるような、まさにマスクをイメージして作られているというファクトリーの中でもちょっと変わったシリーズになっています。特にこのモデルの特徴なんですが、この張り出し部分の鼻に乗っかるここですね。すごく鋭角なデザインになっています。またカットが非常にですねかっこいいデザインになっています。こちらの方の鼻盛り部分なんですけれども、実はですねここに、普通でしたらここにポコって膨らんでいる鼻当てというパーツがですねあるんですけど、こちらのアイテムに関してはこの鼻当て部分がございません。このような印象のアイテムになっています。まさにここの部分にですね鼻の部分を乗せるような、そういうデザインの作りになっています。バネ長板もついていて掛け具合に関しても考慮されているんですけれども、実際にどんな風になるのか掛けてみて、見ていただきましょう。このような印象のアイテムになります。まつげとレンズ触るんじゃないかという印象もあるんですけれども、かけてみるとですね意外と、ギリギリ当たるのかなどうかなという、そういうバランスになっています。ちょっとまつげが当たってしまうななんていう方でもですね、こちらの方を平らに仕上がっていますので、ここの部分を加工してですね鼻当てを取り付けるという加工もできるようになっていますので、その部分に関してもちゃんと考慮された作りになっています。こちらの方はもともと海外で発表する予定だったアイテムなんですけれども、国内でも発表したところですね非常に、受けがいいといいますか、人気を博したアイテムになっています。こちらの方グレーのグラデーションのレンズがついてるんですけれども、十分に目元を隠すような作りになってますので、非常に存在感のある楽しいアイテムになっています。またこちらの方がですね2010年に春のファクトリーシリーズでですねクリア系のマスクというのが新しく追加になりました。特にこのクリアのマスクなんですけれども、一応女性用にもですね、女性が楽しみながらかけれるようにというふうに、スタッフからの要望があって作られたという追加カラーなんですが、男性でも十分いけてしまうカラーになっています。ちょっとこちらの方搭載されているレンズ、ピンクの色がかなり強いんですけれども、かけてみるとですねこのような印象になります。ちょっとピンクどうかなというふうにも思えると思うんですけれども、かけてみるとですね、意外と、かけれるかなという、そういうカラーになっています。ただ、もちろんレンズなんですけれども、交換して違う色を入れたりとかですね、いろいろな、提案もできると思いますので、なかなかいじりがいのある楽しいアイテムに仕上がっています。本日ご紹介しましたのはファクトリー900のマスクシリーズ FA081 番というアイテムです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。